自分で簡単本格ガラスコーティングシラザン50。ラブガラス TV 川口学です。今日はですね、トヨタのジャパンモビリティショーに出展する車の取材ということですね、来てるわけですけれども、こちらにあるのはですね IMV0 というですね、もうすでに海外では一部ですね出てる車なんかもあるわけですけれども、そちらもですね展示されております。もうこの車ですね、細かいところを見る前にデザインがですね非常に魅力的な感じでですね、トヨタのランクルとかですね、あのあたりのテイストをですねちょっとこう感じるような、そんなですねデザインになっているのが特徴ですよね。もうこうして見るとこのフロント周りは全部無塗装の樹脂がですねそのままなんですけれども、それがうまくデザインされていて、バンパーとですねこのグリルが一体になっているような感じのですねデザインになっていて、そこにですねこのちょっとこうオクタゴンのですねデザインのランプが入っているような感じで、このあたりがちょっとこう昔の FJ クルーザーとかそのあたりをですね彷彿とさせるものになってますね。しかも面白いのはこのグリルのところからこっちまでフェンダーのところまで一体のパーツになっているのが面白いところで、まあここら辺とおそらく取れるようにはなっていると思うんですけれども、下回り全体がですね樹脂で作られているのもデザイン的に面白いなというところがありますし、このキャビンの部分ですけれども色分けがですねされているわけですけれども、このセルみたいな感じになっていてですね、そこにコクピットが作られているという非常にこうタフそうな感じのデザインになっているのが特徴です。しかもここをこう開けさせていただくと、もうインテリアを見るとですね完全に市販車です。このような感じで、もうでも最近あの内装がリッチな車が非常に多いので、逆にこういうシンプルな車が欲しいという人は結構いるのではないかなと思われると思いますけれども、このあたりはですね、はい、なかなか秀逸な感じですし、まあ、日本仕様ではないんですけれども右ハンドルもありますし、装備をですね加えていけば、まあ、これもですね実際に売れるようになるかもしれないですよね。だからそういう意味では本当に今までにないシンプルさがですね魅力の車になっているということでございます。で、特徴なのはですねこの荷台ですけれども、今この荷台全く何もない状態で本当に台がついているだけの構造になっているわけですけれども、要はこの車は工場から出た時が 70% と完成度ということで、そこから先はお客さんが作ってくださいよという、そんなですねあのユニークな車でもあるということですね。なのでこうしたところを見るとですね、穴があってなんかいろんなものが立て付けられるような構造になっているということでですね、それがですね非常にユニークなところでございます。ちなみにこのようにして見るとですねフレームがありますので、まあ、フレームタイプのですね、まあ、いわゆるトラック系の車になっていて、リアもですねリーフのリジットのサスペンションがついているというような、そんな車でございます。で、今回の車の場合はディーゼルエンジン搭載したものを、まあ、持ち込んでいるということですけれども、他にもガソリンなんかもラインナップとしてあるということでございます。で、この車に関してはですね実際に携わっている方のお話を聞いてみたいと思います。じゃあこの IMV0 のですね担当されている麻生さんにお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういう車なんですか？これはですね、はい、まあ、見ての通りなんですけれども、荷台特徴がございます、はい、で、お話をさせていただいたかもしれませんけれども、はい、我々工場から出すときには 70% の完成度ということで、はい、完成されてない車を、完成されてない車、はい、車でございます、はい、で、この車をですね、はい、あとはお客様のビジネスシーンであったりだとか、うんうん、プライベートの使い方によってお客様自身で完成をさせていっていただくというような車をコンセプトにしてございます。なるほど。あとはもう自由にやってくださいよっていう、そうなんですよ、そんな作りになってるわけですね、はいはい、なんかそういったものが仮装しやすいように作ってあるっていうことですね、はい、おっしゃる通りでございます。この、デッキもですね、はい、いろんなところにこう穴が開いてるかと思うんですけれども、これは、いろいろ、仮装メーカーさんとお話をする中で、うん、はい、こういうところにあのボルトの穴があると仮装しやすいんだけど、はい、っていうようなお声もですね、うんうん、実際頂戴いたしまして、はい、じゃあここにボルトの穴を追加しようかとかいうようなことで、仮装を後からもしやすいような仕様を作ってまいりました。
これはもうすでにあれタイかなんかで発表したんですか。そうですね、あの昨年末にタイの60周年記念のイベントで、はい、もう少しあのペースカー的なところで、はい、あの発表はさせていただいておりますが、うん、その時よりはよりもういつでも販売できるぞというようなところで、内装もご覧いただければよろしいかと思いますけれども、はいはい、いつでも、あ、もう右ハンドルですね。そうですね、はい、これってでももう見た目で言うとほぼ市販車ですよね。そうですね、もうこのままナンバーをつければ、ね、日本でももちろん全然大丈夫。日本はですね、はい、まあ、あのいろいろ日本の、法律だとかに適合させるようなところが、はい、ちょっとこれはまだあの備わってないもんですが、そういうところをつけていったらはあの日本にも行けるよと。これ実際あのあそこの荷台ちょっと穴が開いてたと思うんですけども、あれはここの配線系をですね通してですね、実際のこのように大型ディスプレイを配置しまして、はい、今回ここをまあいかにカスタマイズするのかっていうのをですね、お客様にも一緒に作ろうよっていうコンセプト で、 あ、なるほど。で実際これちょっと動画で流れるんですけれども、はい、例えば お子様が来て僕じゃあこんな車にしたいよっていうのを選んで、あ、なるほど、ガチャガチャガチャっとやるとこちらにですね、このディスプレイにお子様が作ったものが、あ、僕こんな車できたよって言って、なるほど、はい、でこんなんでお客様に一緒になってですね、うん、この荷台のところのスペースをどう使うか、ね、使うかというところをですね一緒に作ってみよ う、こんなコンセプトであの今回やってますし、はい、あの世界観の中ではやっぱりこう楽しさっていうところでございますと、今回ガチャガチャバーみたいなのも準備してますので、はい、こういうような、なるほど、はい、持って帰っていただけるような、まあ、そんなことも考えてございます。あ、これもすごいですね、うん、でこれも実際のショーモデルで出す、こちら右側のですね、はい、動画にも載ってますけれども、うん、あのインドネシアの方が、はい、カフェを作りたいよっていうことで、もう実際に、まあ、こういう形にしてですね、はいはい、あの先行なんですけれども、うん、こういうお店の感覚でですね、あの出してみたらどうでしょうかということでアイデアをいただいて、あの作っているといったようなものでございます。すごいバリエーションが、バリエーションがですね本当にあの後ろの荷台をどう使われるのかっていうのは、あのこのようなビジネスシーンもちろんでございますけれども、はい、あとはもう本当にレジャーの感覚でキャンプ仕様であったりだとか、はい、まあ、働くから、まあ、公共機関まで、はい、いろんなお使いにしていただけるように、まあ、あのああいうフラットなあのスペースをご提供させていただいていると。これとかこれとかキャビンも要はつけられる。そうですね、はい、でなると後ろの乗る人も、ね、そうですね、 OK になるということでしょう、はい、そうでございます。余計に、ね、普通に使える可能性っていうのも出てくるわけですよね、はい。もともとのこのテーマが、うん、あの今回のモビリティショーのテーマが、はい、モビリティの拡張性をこいつで、はい、あのアルミゼロで表現を追求するということでした、うん、はい、でこんだけぶっ飛んだエリアがいっぱい出てて例えばこう移動神社神社すげえ神社すげえな、あのこうお月見 の背景のあれにしたいですよとか、なんか運べないものを持ってきちゃうよっていうのができる、さっき あの神社でもそうですし、あのお月見のすすきであったりだとか、うん、もう行くんではなくて来てもらうよとか、ストリートピアノっていうのはいろいろありますけど、はい、あのモバイルピアノじゃないですか。ああ、なるほどなるほど、まあ、こういろんなアイデアが出てきて、うん、こう連結したらデモパーティーとか、うん、スプレーリーをね、うん、いろんなアイデア出てくるんですね、まあ、それであのカッコつけずにみんな欲しいものをみんなで言い合おうと、うん、いうのが楽しいかなと考えられますね。面白いですね。はい、というわけで今回はですね、トヨタの JMS 展示車両のですね取材で IMV0 というですね、このね、かなり魅力を感じている人も多いと思いますけれども、こちらのですね 70% の完成度の、まあ、トラックというかそんなモデルをですねご紹介させていただきました。これはかなり欲しいという方多いと思いますので、これもまだ日本で発売するにはハードルがいろいろあるとはいうことなんですけれども、おそらく皆さんのコメントが多ければですね実現するのではないかなと僕は思っております。僕は日本に入れた方がいいんじゃないかなというふうに思います。この技術はですねネオステアといいまして、ニューエラオペレーティング
ステアリング、まあ、まさに新しい時代の操作系を司るステアリングということでご提案したいというふうに考えています。特徴はステアリング、ステアバイワイヤーのステアリングにオートバイをコンセプト、まあ、前提にしてブレーキ、アクセル、全ての操作系をステアリングに収納しています。で結果として後で見ていただきますけどペダルレス、これを実現することができます、はい、でそうすると、まあ、姿勢が自由になります、うん、例えばトラックの運転手の方だとかバスの運転手みたいにこう、はい、長時間運転してこう疲れるなって方は、はい、立ちながらでも運転できるということになってきます。で実はこの開発は、チェアスキーヤーの森井選手、はい、彼と豊田会長がお話を始めたとかなってまして、今あのランクル200を乗っていただいているんですけれども、はい、やっぱりあの下肢障害者の方が運転される車っていうのは、はい、右手でステアリングを回し左手でブレーキレバーを操作するん で、ね、両手が塞がります。なのですごくやっぱり危ない、うん、でかつコーヒーも飲めないということで、なんとか両手でスポーティーな運転をできる、ワクワクできるようなステアリングを作ってくれないかということで開発が始まったということです。なるほど。で実際にその下肢障害者を持たれている方向けとして始めたんですけど、はい、作ってみると誰もがやっぱり直感的に面白いっていうふうに言ってもらえて、というのはやっぱり今まで足で車をコントロールするっていうのが既成概念だったんですけど、はい、やっぱりあの繊細なコントロールするには手だったり指の方が、うん、あの繊細だと思うんで、これを両手で車を操縦できるっていう新しい感覚がですね、ものすごく面白いって言われる方が多くてですね、まさにニューエラーオペレーションですね。そうです、ありがとうございます。はい、で、まあ、我々としてはですね、やっぱりこうあの全ての人に、まあ、あの乗っていただきたいなというふうに思っています。ポイントはやっぱり枠どきということで、今回のモビリティショーの会場ではですね、6台シミュレーター用意しまして、はい、実際にあのグランツーリスモを運転していただこうと思ってます。で車椅子の方用が2台で、座って運転する用が2台で、あと立って運転できる用が2台ということで、まあいろんな運転の仕方を体感いただくということを考えてますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。でこれがそのステアリングになってるわけですけれども、インジケーターなんかもこう入ってるような感じで、要はこうやって握って、これがアクセルですよね。だからバイクのこれと一緒ですよね、はい、アクセルで、こちらが左がブレーキ、はい、ここにブレーキレバーがあります。でこのように操縦桿を握るような感じで動かすということで、すごいですね、未来的な操縦性がある感じですけれども、まあ、ポイントなのはこれになることによって、足元をご覧になっていただくと、足元がですね、このようにペダルがなくなりますので、足元も自由にできるということですし、まあ、こうやってだからちょっとこれ実際運転してみたいですけれども、まあ、ステアバイワイヤーの技術があるからこそこれができるっていうことですよね。もう要するにこの、まあ、翼型のですね、ハンドルでこのまま動かせて、でなおかつここにですね、操作系が入りますので、もしかしたらだから若い人はこっちで運転したらすぐ運転できますよみたいな人が増えてくるんじゃないかなっていう気もしますよね。その方が逆に運転しやすいですし、細かなこのアクセルとかもですね、きめ細やかに動かせますし、ブレーキも今ここにありますけれども、実はこっち側にもブレーキあります。このような感じでこっち側にもブレーキあるので、アクセルとブレーキを両方ですね、一緒に使うこともできるような、そんなですね、ロジックになってますので、まあなんかあのちょっと飲みながらですね、運転とかも全然できるよというところですよね。まあこれ今左ハンドルですけれども、右ハンドルであればこうやってドリンクホルダーのカップホルダーのですね、飲み物を取ってっていうようなこともできるので、今までのその下肢障害の方向けの車だと、あの実際にですね、このハンドルをこうやって回すのと、アクセルとブレーキはですね、レバー式になってたので両方塞がってたんですけども、それもですね、解消して、まあ本当にこう片手でもいけるみたいなところまでできたのが、このネオって言ってましたけれども、ニューエラーオペレーションって言ってましたけども、まさに新しい世代のですね、オペレーションになってると思いますし、まあ、先ほどもチロッと言いましたけれども、若い人だったらこっちから慣れて運転できるようになって、
よりきめ細やかな運転もしかしたらできるかもしれないですよね。そんなことを感じさせる、すごいなんかね可能性を感じさせるものになっております。はい、私の右側にありますのがこちらでございます。はい、ランドホッパーという名前がここに書いてありますが、おい誰だよランドホッパーがランクルミニだって言ってたやつ誰だそんな噂がですね流れてましたけど、この名前のパテントがね取られてるっていうことで話題になってましたけれども、実はこの、はい、見ていただくと分かりますよね、電動パーソナルモビリティコンセプトの名前だったということでですね、ちょっと開発者の方にお話を伺ってみたいと思います。これどういう乗り物なんですか？前輪二輪にしたサスペンション付きの乗り物で、はい、このようにホイールベースも長く取って、はい、シートも低く設定した乗り物で乗りやすく、うんうん、一体感のある走りと、このように二軸の回転折りたたみ構造でとてもコンパクトに折りたたむことで車と一緒に使っていただいて、移動を拡張する、楽しみを拡張するという乗り物です。ちなみにこの絵にはランクルがあって、そこにこのランドホッパーがありますけれども、はい、まあ、オフロードみたいなところ行った時にもちょっと乗れるようなイメージというところでよろしいですかね？はい、サスペンション付きですのである程度の、走破性を持った乗り物になっております。このねサスペンションの構造がめちゃめちゃユニークな構造になってるんですけども、これちょっと説明いただけますか？はい、はい、3つのバネとチェーンで、構成されたもの、シンプルな構造で構成されています。はい、でステアリングを切るとバネがこう縮んだり伸びたりして、力を出すと。あとは上下にですねサスペンションを持っている乗り物です。すごいですよね、もう上下にも動くので、でさらにこうやって見ていただくとタイヤのお互いのこう角度が変わっているのが分かると思いますけれども、要は向こうが下がるとこっちが上がるような機構を持っているわけですよね。そうです。はい、なのでそれゆえにここにこういうなんかものがあって、これを乗り越えようとするとなかなか自分じゃできないけど、こっちがですね上がるわけですよ。でそれに対してこっちは下がるっていう機構を持っているので、オフロードでも走れるというものになっているわけですね。で、まあ、この高さ見ていただくと分かりますようにかなり低いところなので、まあ、本当に乗りやすいっていうのもありますし、先ほど実は外で乗させてもらったんですけれども、相当に乗り心地がいいですね。びっくりするぐらい乗り心地よくて、芝生の上のボコボコのしたところで乗ったんですけれども、全然ですねフロントもちゃんとストロークしてるし、リアもサスペンションあるし、まあ、古田さんのマウンテンバイクとかああいう感じの雰囲気もあるんですけど、何よりああいったですねマウンテンバイクよりもこのフロント二輪なのでめちゃくちゃ安定してるわけですね。なのでちょっと転ぶ気がしないような、そんなですね走りができるものになっておりました。はい、これはですね走ってるところを見せられないのは残念ですけれども、めっちゃみんなで楽しく乗れるものになってました。でしかもこれがこちらが折りたたんだ形ってことですよね。はい、これ機構リンクがあるってことですか？はい、2つの回転するリンクの機構を使って、はい、パタパタっと折りたたむように設計しております。おちょうどサドルのところにハンドルこうね、はい、来るようになっているという感じで、こうやってコンパクトにすることで車両への積載を考えているってことでしょうね。はい、ヤリスのような小さな車にも2台積めるように設計したいと思っていますので、あ、そっかそっか、ご夫婦でとかご家族で、はい、楽しんでいただけると思います。これは販売できるといいですね。頑張ります、ね。はい、トヨタとしてこれ売ったらなかなかユニークですよね。ありがとうございます。ですよね。はい、そこをでも目指して開発もちろんしてるってことですよね。はいはい、ということですので、皆さん、はい、コメント欄に欲しいっていう声がですねいっぱいあると多分、はい、後押しになるっていう、はい、ことですよね。はい、勇気をいただいて頑張りたいと思います。はい、はい、というわけなので皆さんコメント欄にこういうのが欲しいっていう方はですねぜひコメントをたくさんいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。